ハイパーファイヤー紹介したいと思います。銃本体25連マガジンエリートダーツ25本、説明書入ってました。2つネジがあるので外してみたいと思います。外せました。単一が4本入りました。完了です。25発入りました。マガジンを本体にセットします。これで準備完了ですね。単一電池がこちらの部分に4本入っているので、すごく後ろが重い感じです。ハイパーファイヤーの外観ですが、横約58センチ、縦約28センチになってます。重量は25発弾を入れたマガジンがセットで合計 1804g です。特徴を紹介したいと思います。ナフ用のレールはこちらに1つしかありません。こちらにダットサイトを取り付けるなどできます。こちらのアクセラレートボタンを押すと、ここら辺のモーターが回転します。ボタンを押しながら引き金を引きますと弾が発射される仕組みになってます。こちら弾詰まりの際に開ける蓋となっているんですが、カチッとしていただいて中を開けると、詰まった際にはこちらから弾を出す仕組みとなっております。標的を狙うサイトはこちらについています。サイトの見え方はこんな感じですね。こちらに、ハンドグリップがあります。結構握りやすいと思います。体に押し当てるグリップ部分が見えます。こちらのボタンがマガジンリリースボタンになります。押しても落ちてきませんので、抜く際は自分の手で補助します。では試しにちょっとフルオートで打ってみたいと思います。アクセラレートボタンを押しながらトリガーを引きます。次はですね、フルオートモデルなんですけれども、単発ちょっと押してちょっと引いてっていう動作でですね、単発で撃てるかどうかちょっと実験したいと思います。1秒ぐらい押せば単発で打てるかなと思います。部屋の中で狭くて申し訳ないんですけれども、大体2メートルちょいぐらいの距離からちょっと狙って打ってみたいと思います。連射性能はすごいんですけど、4、5秒ですぐ終わっちゃう感じです。なんか狙いは定まらない感じがしますね。真ん中にいるニャンチュを打ってみたいと思います。
構当たりましたね。なんちゅうだよ、なんちゅう。ナーフハイパーファイヤーでした。とても大きなブラスターでですね、電動フルオートで、圧倒的な火力だと思いました。もう本当にすごいですよね、出るスピードが、1秒間に 4、5発出るとの説明なんですけれども、代わりに5秒ぐらいしかフルオートで打てないということで、長期戦には向かないかなと思います。単発で出そうとすると1秒ぐらいの、トリガーを引いて離すといったですね、ちょっとコツがいる、慣れないと、2発とか出ちゃいますので、ちょっと単発ではコツがいるかなと思います。ちなみにこちらですね、10月27日にこちらのトリガーの部分が灰色になったバージョンが高菜トミーさんから10月27日に発売予定になってます。10月27日にこちらハイパーファイヤーとトライストライク、グレートリガーバージョンがですね、タカラトミーさんから10月27日発売予定となっております。タカラトミーさん、ありがとうございます。ということでですね、ご購入を検討してみてはいかがでしょうか。というわけで、ハイパーファイヤーの紹介でした。ありがとうございます。